こんにちは。 3D プリンターを購入しました。今日の動画はですね、実際に 3D プリンターを組み立てて、そして試しに印刷します。そしてその後にですね、今こちらにあるヘッドフォンハンガーなんですけども、このヘッドフォンハンガーを実際に自分で設計作成、そしてですね 3D プリンターで印刷しました。それでは動画の方どうぞ。早速ですが開封します。梱包もかなり丁寧にされています。この時点で好印象です。こちらが内容物です。黒い部分が 3D プリンター本体です。ちなみに自分で組み立てる必要があります。今回は Amazon で購入しましたが、 AnyCubic の公式サイトからも購入できます。公式サイトから買った方が価格的には少し安くなります。購入したセットにはフィラメントと組み立てるための工具一式が入っています。なのですぐ印刷できるようになっています。これは取扱説明書です。すべて英語で書かれています。早速組み立てます。組み立ては8箇所ネジ止めするだけで完成します。時間にすると10分もかかりませんでした。非常に簡単です。ネジ止めが終わったら次にコネクタ類を挿していきます。色分けされていたのでどこに挿すかすぐに分かりました。最後にフィラメントホルダーを取り付けると組み立て自体は完成です。次に電源を入れます。日本の電圧は 100V なので、こちらの端子を 110V にします。次にフィラメントを通します。いろいろ設定をしてフィラメントの送り出しに成功しました。乾燥したマロニーちゃんみたいのが出てきました。これは使わないので捨てます。最後にヒートベッドの平面出しをして作業は完了です。この平面出しが作業的には一番めんどくさかったです。付属品の SD カードの中に印刷用のデータが入っているので、そちらを印刷します。印刷は90分くらいかかります。結構時間かかるね。実際の印刷はこのようにされます。90分後印刷が完成したので取り出します。これが初めての 3D プリンターなので比較はできませんが、かなり綺麗にできていると思います。これだけできれば十分だと思います。こうやって印刷したもののクオリティとか見てみると、やっぱり 3D プリンター買ってよかったなって思いますね。 3D プリンターを買った一番の目的っていうのが、自分で何かこういうふうな電子工作やりますよね。でその電子工作に使うためのちょっとした小物だったりだとか、あと装置の外装とかを作ったりするのに 3D プリンターっていうのはちょうどいいっていうか、かなり強力な手助けになるんですね。今まで装置の外装とかどういうふうに作っていたかっていうと、こういうふうなアルミケースを、市販のアルミケースを買ってきて、でそれを使ってたんですね。そうすると、自分の設計がどうなるかっていうと、このアルミケースの規格に合わせた大きさに設計しなきゃいけないことが、ほとんどなんですよ。でそうするとどうなるかっていうと、例えばアルミケース、小さいアルミケースを使うんだったら、それに合わせたように、無理に設計しなきゃいけないし、逆に今度自分のその、ゆったりとした余裕のある設計をしようとしたら、無駄に大きなアルミケースを使ったりだとか、そういったことがあったんですね。そうすると、アルミケースって結構値段も高いですし、いいことないんですね。なんでそういった、装置の外装とか作るのに 3D プリンターとかっていうのはすごいいいと思います。強力な手助けです。このまま終わるのは動画的に寂しいので、何か自分で作ってみたいと思います。なのでヘッドフォンハンガーを作ることにしました。自分のデスクのヘッドフォンの置き場というのは特に決まっていなくて、このようにランプの上に置いたり、それから自分の左隣に置いたりとか、結構適当に置いています。これだと邪魔なので壁に引っ掛けるようなハンガーを作りたいと思います。具体的には自分の左隣の壁にこのように取り付けられるようなヘッドフォンハンガーを作ります。ヘッドフォンハンガーの設計にはオートデスクのフュージョン360という CAD ソフトを使いました。学生なら無料で使えます。 CAD ソフトを使うのは初めてなので悪戦苦闘しながら設計しました。
大まかな形を描き終えました。このままだと角が立っていてかっこ悪いので角を丸めました。今描いた図形は平面図でしたので、これを 3D にしました。これから設計上の工夫した点を話します。これはヘッドフォンハンガーを横から見た図面です。画面右側が壁側になります。このヘッドフォンハンガーのちょうど飛び出ている部分にヘッドフォンを吊り下げます。そうするとこの飛び出た部分にヘッドフォンの重さによる力が加わります。そうするとこの根元の部分にも大きな力が加わるはずです。この時もし根元を直角に設計していたら、その一箇所に力が加わってそこから破損する可能性があります。破損を防ぐためにも直角上に設計するのではなくて曲線上に設計しました。私は力学の専門家ではありませんが、多分効果はあると思います。次に壁に取り付けるときにネジを通す穴を開けます。上下2箇所に開けます。これが壁に固定するときに使うネジです。スリムネジを使いました。ネジの頭の寸法を記録します。ヘッドフォンハンガーを壁に取り付けた際にネジの頭が飛び出ないように設計しました。穴開けが終わりました。ヘッドフォンを引っ掛けるところの角の部分が取れていなかったので、角を丸めていきます。 3D CAD ソフトを使ったヘッドフォンハンガーの設計が終わりました。設計データを 3D プリンタのスライサーソフトで読み込みます。これが読み込んだデータです。内部の充填率や外角の厚さなどを設定します。こちらは 3D の断面図です。印刷時の積層方向も少し工夫しました。これは先ほどとは別方向で積層している時の断面図です。この積層方向を採用するとヘッドフォンハンガーが壊れる可能性があります。これはヘッドフォンの重さによって層と層の間に大きな力が加わるためです。なので積層方向も考慮する必要があります。これが実際に採用した積層方向です。ヘッドフォンをかけた時にも層と層の間に大きな力は加わりません。特に問題なさそうだったので、このまま印刷します。印刷が終わりました。印刷時間は2時間47分です。あんな小さいのを印刷するだけでこんなに時間がかかります。ヘラを使って印刷物を取り外しました。印刷物についている細かい印刷ゴミを取り除きます。角の部分につけた R もうまいことを印刷されています。ヘッドフォンハンガーの印刷が終わったので、これを壁に取り付けていきたいと思います。こんな感じにですね、ヘッドフォンがあるんですけども、こういう風にして取り付けられたらいいなと思います。実際に取り付ける場所はですね、この壁に取り付けていきます。この壁自体は石膏ボードなので、こういったですね、重量物を引っ掛けるといったことはできないんですけども、この石膏ボードを取り付けるための下地に木の棒がちょうどここにあるんですね。その木の棒に合わせてこれをうまいこと位置合わせして、でそこにビスを打っていくことでこれを固定していきます。石膏ボードに穴を開けた際に石膏が飛び散る可能性があります。なのでこのように石膏受けを準備しておきます。次にヘッドフォンを取りやすい位置にヘッドフォンハンガーを位置合わせします。今回使用したネジは細かったので、下穴等は開けずに直接打ち込みました。固定し終わりました。強度的にも問題なさそうです。ヘッドフォンを引っ掛けます。いい感じです。こんな感じでヘッドフォンを乱暴に引っ掛けたとしてもびくともしません。今横からヘッドフォンハンガーを見ています。ここですね、ちょうどここの部分とここの部分に曲線状の設計をしています。こういうふうに上から力を加えた時にもうまいことですね、この曲線部分で力を分散吸収しているような気がします。ヘッドフォンを引っ掛ける先端部分は少し上方向を向いています。なのでヘッドフォンがずり落ちることはありません。今回の動画は 3D プリンターを買いました。そしてヘッドフォンハンガーを設計作成しました。うまくできたと思います。それでは動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。